岡田武雄は日本のカトリック教会聖職者。カトリック浦和司教区第三大司教とカトリック東京大司教区の第八大大司教を務めた。先例名はペトロ。千葉県市原市に生まれ、東京大学法学部在学中にプロテスタントからカトリックに展開する。1973年11月3日に主催に除解された。 船橋教会助任司祭、西千葉教会主任代行を経て、1975年から1979年に、ローマに留学。帰国後、柏教会主任司祭、日本カトリック宣教研究所所長を歴任した後、1991年4月15日に、教皇ヨハネ・パウロ2世により、カトリック、浦和教区の司教に任命され、同年9月16日に、 白柳聖一数機教、及び大阪教区、安田久雄大司教と長崎教区、島本陽大司教の共同指揮により、司教助会の秘跡を受けた。2000年2月17日には、白柳数機教の引退に伴い、東京教区大司教に任命された。司教着座式は、同年9月3日に行われた。大司教在任中は、カトリック中央協議会の会長、 副会長をそれぞれ数期務めた。2010年2月の報道によれば、彼は教皇ベネディクト16世により、2010年10月に数期教に信任される見込みであったが、同年10月17日に発表された、新しく任命された24人の数期教のリストには載らなかった。2013年7月、 自身の公認の浦和司教についていた谷大事が辞任し、これに伴い埼玉教区の管理者に任じられたため、再び埼玉教区の責任者となる。2017年10月25日、75歳定年のため、東京教区大司教を引退し、公認に新潟教区の樽地氏を菊池勲司教を任命することをバチカンが発表。 同年12月16日の菊池の着座をもって東京大司教を正式に引退した。しかし埼玉教区管理者は続投となり、以後はこちらが本業となった。2018年9月24日、三野内臨床が埼玉司教に除会着座したことで教区管理者業務は終了し、同日付で東京大司教区カトリック、 本郷協会の協力司祭に就任した。2019年4月21日、東京大司教区カトリック、本郷協会の小教区管理者に就任した。12月、文化庁長官表彰。2020年12月18日午後1時22分、刑部食道癌に伴う出血性ショックのため、東京医科史科大学医学部附属病院にて死去。79歳没。 同年1月末にステージ4の食道癌が,が見つかったが、手術をせずに放射線療法と化学療法を続けながら、在宅で働き続けることを選択していた。体力が衰える中、精力的に文章を書き続けており、同月12日までブログフェイスブックが更新されている。しかし12月18日の朝に容態が急変、感で大量したため救急搬送され、 搬送先の救急治療室で起点したという。12月23日午前11時より、東京カテドラル聖マリア大聖堂で、葬儀ミサが取り行われたが、新型コロナ感染予防のため、一般信徒の参列は認められなかった。葬儀ミサの動画は生中継配信された。外部リンク参照。また、仮想葬儀ミサの3日前の同月20日に行うという、 日本の主催、主教の葬儀としては、異例の事態となった。二千二十一年一月十九日に追悼ミサが行われる予定であったが、新型コロナ感染対策の緊急事態宣言が、同年一月七日夜に一と三県に再発令されたのを受け、一旦延期された。その後、同年三月二十二日の同宣言解除を受け、追悼ミサは参列者人数を厳しく制限した上で、 同年4月19日に東京カテドラル、聖マリア大聖堂で行われた。納骨式は2021年5月8日、東京カトリック府中墓地で親族中心に式が行われた。エキュメニズム活動に熱心であり、2008年2月1日には日本聖公会の植松誠主座主教と共同で共に捧げる祈りの集いを 東京カテドラル聖マリア大聖堂で指式した。2009年には日本聖公会150周年記念礼拝が同カテドラルで行われた。また、司祭の高齢化が進み、病気の司祭疲労死消耗している司祭が増えていることが、教会にとって大きな課題であるとして、司祭の休暇、休養の制度を確立することを決定した。2019年9月29日、 ローマ教皇庁の刷新に関する提言を公開書簡として発表。インカルチュレーション、非中央集権化、霊的刷新の3点を挙げ、1960年代にオランダで広まり始めた手による生体配慮について、日本の文化や習慣に従い、直接口で受けるのではなく、うやうやしく、生体を手で受ける許可を受けていますとして、許可が取り消されるのではないかと危惧を表明した。 ありがとうございます。